ない場所で君が促す汗も口ずさむ歌も冷たい月が輝く夜の孤独の間その横顔に光る涙も変わらないものなんてない闇を突き破る太陽は君の全て抱きしめるどんなに心が傷だらけでも忘れがなんかここら辺でか、ね、出てくるんでね倒してみたいと思います。肩いきなりやれた。わお、マジか、変わった。激しい。この時だけはダメージ与えられるの。ちびちびやっていこう。うわぁ、変わったこいつマジで。これはやばい。これ食らったら亡者になっちゃって死んじゃうんだよね。お、やばい。おぉ、これしかないね、このパターンしか。おうわ、シールドバッシュっていうのこれ。おぉ、半分も与えてないわ。うわ、吹っ飛ばされた、マジか。やっべえ、わっ、今のしのどけ。いやー、しまった。
よいしょ。おお、やばい。心折れそうだな、もう。うわ、くなった。まだ。溶鉄でも強いな、これ。ある意味うわぁ、ちょっと、よっしょ。あ、ミスった。隙あらばやろうと思ってんけど、やられたわけやけん。うわ、うん、突き攻撃やってきたぞ、こいつ。うわぁ、よっしゃー、イエーイ、勝った。この呪縛者を倒すとね、レアアイテムの刃の指輪プラス1が手に入ります。これ強いんですよ。ちょっと重たくなるんか、若干。試し切りしてえな。まだこの上に2人残ってたな、敵が。では溶鉄デーモンを倒したので、続きを攻略していきたいと思います。ね、武器ね、大丈夫か。一応ツバイハンダーとコンボをゲットしました。すげえ。あいつバカだ。落ちたで、落ちた。ではどうしよう。誘おうか。こういうのを呼んだ方がいいっすね。ピリピリ。ほい、当たった、2発も。あ、あいつ落ちたな、多分。出た。マジか。ふう、めっちゃ食らった。そこ炎症石の指外してたんだ。どうしよう。ということで、激しい発汗を使います。あ、間違った。
これでちょっとこのダメージに耐性がつきますね。あ、食らうんですけどね、結局は。うわ、もう体力あらへんや。呼んだ方がいいな、あれ呼ぼう、うん、こういうのはね釣った方がいいんですよ。おい、来い。バカだろ、これ炎に焼かれ死んじゃったわ。あー、おっつー、白い霧の中くぐると、この先メイン中止のメイン敵がいるってことか。よろしくってやつだね。もういないよな敵。なんか動いてるぞ、動いてるぞ。なんだ、特に意味はないか。嫌だな。背後そしてデブの予感。何デブって、こんなところに銃剣、マジか。ここでの戦いはまずいな。大欠点持ってんだ。この先強敵に注意しろ。ところでこの先広い場所が必要だ。ギロチン、いるね。どうしたらいいんだろう。線の工場を思い出すな。ダークソウル1にあった恐怖のアトラクション、アトラクション、なんだろう、アトラクションというか、うなんだこれ、なんだパシ、あー、あれか。なんかトゲトゲだし、お前これやばいな。
何か、ああ、耳あった、マジか。やべえ、まさしく背水の陣じゃん、こんなの。喜び、右腕で、かがり火はどこにあんの。霧があるよねこの先にかがり火ってこと。判例隊、そして仲間、判例隊万歳。あー、この先仲間必要だ。ボス戦ってことだよね、なんとなくメッセージを見ると。やべえな、お前準備できてないって。かがり火ないんだ。足があった、このとおり。うわ、コムかよ。先生、攻撃、先生、手つきあるぞ。無駄無駄無駄。え？引いちゃうと、あ、炎が止まった。あー、これでこのマップの炎は消えちゃうんだ。あ、入れちゃった俺また。あー、ちょうど壊れなんだ、あの銅像の中なんだね。なるほど。では行ってみようかな。
トカリのオハラ、やばそうな名前やね。お前何もしないだろ。こうトカリのオハラさん、じゃあオハラさん行きましょうか。お、お姉ちゃんだ、行こう。え、小原さんだけ？では、初めてなんですけど、では初見、鉄の甲を ぶち殺したいと思います。いや、あれそうな予感。うわー来たI got it.
小原さんもありがとうございました。いやー結構戦ったで、3、4回、よくやった。そして金持ち、おお本当だ、76,381 ソウルって。何かの化石？何これ？よくやった。無駄。この先巨人中しろ。巨人？よし、大いなるソウルに一つ、ああ二つ目か、溶鉄の代わり病ゲットしたぜ。さあね、戻ろうか。一応、溶鉄でもじゃなくて、鉄の甲を倒して、2つ目の大いなるソウルゲットしたんで、一応今回ここで終了したいと思います。お疲れ様でした。ではまたね、バイバイキーン。ふう